どうも皆さんこんにちは、ルラネコです。前回ですね、逆転裁判1を、まあ、懐かしみながら、前回プレイした時を振り返りながら再プレイした実況を上げたんですが、まあ、それに引き続きですね、まあ、逆転裁判2もですね、まあ、もうプレイ済みではあるんですけども、まあ、その頃を振り返りながら懐かしみながら、再度プレイしていこうかなと思います。では逆転裁判2やっていってみましょうか。まあね、まあ、ちょっと忘れてるところとかもあったりすると思うのでタララー、鼻から牛乳じゃないか。はあ、はあ、くそ、なんで僕がこんな目に。いきなりそこまでだ。もう逃がしませんぞ。なるほど、龍一。いきなり絶体絶命の状況のなるほどくん。一体僕は何をしたというんですか。あなたを生かしておくわけにはいかない。これ裁判長だよね。でも僕はただのしがない弁護士ですよ。問答無用。あなたを弁護士とは認めません。これあれですかね。後の未来を予言してるんでしょうかね。逆転裁判4とかの。9月8日、午前9時8分、司法裁判所、被告人第一控え室。タラララララ。ひどい夢だった。確かにやらひどいわ。もしかして、この着信メロディーのせいか。開廷前に居眠りなんてするもんじゃないな。ピッ。あれ？切れちまったか。やれやれ、やっと見つけたよ。また殴られてしまう。なるほどか。悪く思わないでくれたまえよ、先生。まあ、これが今回の犯人に、ま、前ね、逆転裁判1の、第1話のように、もう今回、逆転裁判2の第1話も、まあ、犯人が分かる状態でのスタートになると。まあ、でもそれによってね、まあ、とんでもない事態になるわけですよね、今回のなるほどくんは。頭が、ズキズキする。それになんか、霞がかかったような。おはようございます。あ、まこさんじゃないですか。うわ、おはようございます。初登場シーンですね、まこさんの。どうしたんですか。元気ないですよ。人間朝一番が肝心です。ほら、ファイトファイト。すまないけど怒鳴らないでくれるかな。なんか頭痛くて。は、了解しました。まあ、この時点でもうすでにね、様々な、二人の解釈の違いというか。あの何か。は、何かと言いますと。いやいやいや、君、父兄さんでしょ。何か僕、悪いことでもしちゃったのかなって。もうこの時点で二人もいろいろ食い違ってきてるんだよな。あれ？これどういうことだと。何言ってるんですか。ご厄介になるのは私の方ですよ。え？今日は鈴木真子、なるほどさんにこの命を預けますからね。命？約束してくれましたよね。必ず無罪にしてくれるって。なるほどさんはね、弁護士ですから。まあ、ピンとくるわけですよね。前作プレイしてるものとしては。あ、なるほど。まあ、今回の依頼人が、この、鈴木真子さんなんだなって。なるほどさんはピンときてない。無罪。あらゆる弁護士に見捨てられて、もうダメって思ったその時。僕に任せろ。その一言。あの、なるほど、龍一がっすよ。めちゃ感動したっす。涙したっす。鈴木、一生忘れないっす。
何を言ってるんだこの子は。実は鈴木、法廷マニアス、特になるほどさんの大ファンス。今の時はよく傍聴に。どうしたんですか、さっきから私の顔ばっかり見て。鈴木ちょっぴり照れるっすよ。あ、ごめん。これを尋ねると、えらいことになりそうだけども。まあ、勇気を持ってね。言いましょうか。あの、悪いんだけどさ。どなたでしたっけ、君。なるほどさん、それはないです。飛行機に立とうという女の子にそんな、粋なジョークをかますなんて、ひどい。ジョークじゃないんですよね。いや、それが弁護士のすることですか、鈴木、信じられないっす。いや、だから、人違いだよ、弁護士なんて。だって僕は、てん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 。僕は、何ですか僕は、誰だここはどこ、私は誰何も思い出せない。そうなんですよね。あの、殴られたせいで、まあ、一時的にでしょうけど、記憶が、そろそろ改定時間です。記憶が飛んでしまってると。被告人と弁護人はすぐ法廷に張りなさい。というかね、あんな、消火器でさ、ドガンと殴られたんだったら、もう頭血だらけだと思うんだけどね。なるほどくん。大怪我を負ってると思うんだけどね。まあでも丈夫だから、なるほどさんは。記憶が飛ぶぐらいで。たかだか記憶が飛ぶぐらいで済んでると。ほら、もう時間ですよ。よろしくお願いしますね。これってやっぱり記憶喪失ってやつだよな。とにかく、これまでの話をまとめてみよう。とりあえず、どうやら僕は弁護士らしい。そして、この子を無罪にするなんて、そんな無責任な約束をしてしまっているようだ。誰か教えてくれ。これは一体何の冗談なんだ。何の冗談でもないですよ。しかしそれはあらゆる意味で何の冗談でもなかった。まあ、こんなとんでもない状況の中、逆転裁判2は始まりを迎えると、同日午前10時、地方裁判所第2法廷。懐かしいな。では、鈴木真子の法廷を改定します。検察側は準備完了しております。青地さん、どうしましたか、弁護人。いやー、もしかして、僕のことですか。僕は誰ですか。他に弁護人がいますか。いないのかな、やっぱり。で、どうなんですか、できてますか、準備の方は。できてないって言ったら皆さんどうしますかね。もしできてないって言えばこれでお開きになるんですか。いやいや、まあ、お開きになるって、まあ、そしたら鈴木さんが困るわけなんですけどね。なるわけがないでしょ。じゃあ最初から聞くなよ。確かに。すみませんけど、実は僕記憶がですね、ちょっと飛んでるんですよ。ちょっとこれから病院に行って精密検査を受けた上で開催したいんですけども、弁護人の都合は聞きません。被告が婦人警官ということでこの事件は注目されています。したがって迅速に解決しなければならない。前もってそう言ったでしょ。忘れたとは言わせませんよ。忘れたんですよね。綺麗さっぱり。忘れたと言わせてくれ。では、青地検事、冒頭弁論をお願いします。は。ご存知のように、被告人は恋人を殺害した罪に問われている。しかもその恋人とはあろうことか自分と同じ警察官だったのです。へぇ。警察官を、君そんなひどいことを。私じゃないですよ。それにその別に町尾さんとは、恋人とかそんなんじゃなかったっす。ほうほうほう。とにかく。検察側は被告の犯行を完璧に立証するでしょう。わかりました。では早速最初の証人を呼んでもらいましょう。ふふふ、久しぶりですね、なるほどくん。あなたは誰ですか。
どれだけ成長したか私が見てあげましょう。もうなるほどさんからしたらさっぱりだと思いますが、記憶があっても覚えてないからね。アウトさんのことは。なるほどくんは胸を借りるつもりでドンとかかってきなさい。ドンと来い、超常現象。はぁ、誰なんだ、頭。わかんねえんだよ、こっちとら。では、糸のこぎり刑事を入廷させてください。さあ、お願いしますね、なるほどさん。逃げ場なし、覚悟決めるか。まあ、この鈴木真子さんの喋り方、なんとかすっていう喋り方ね、糸の子さんと、まあ、似てますよね。証人、名前と職業。自分は糸のこぎり圭介です。所轄署の殺人事件捜査担当の刑事っす。元気がありませんね、証人。その被告の真子巡査は自分の部下だったっすから、まあ、上司部下の関係だったってことですよね、まあ、だからちょっと言葉尻が似てるというか。部下だったの、あの刑事さんの。は、研修時代に面倒を見てもらったっす。まあ、上司部下の関係なのか、それ以上なのか。鈴木、一生忘れないっす。素晴らしいデカっす。まあ、少なくとも、マコさんは、まあ、上司部下の関係以外の何者でもないけど、糸の子さんからしたらちょっとね、その一線を越えたいっていう思いがあるんじゃないかと、伺わせる言動がね、これから飛び出してきたりしますけど、どうやら喋り方に教育の成果が見られるな。影響を受けてんな。では、刑事。まず軽く事件の説明からお願いしましょうか。軽くね、了解っす。事件は我々の署の近くのワンパク公園で起こったっす。被害者は派出所の警察官、町を守る。ふさわしい名前ですよね、派出所の警察官の名前に。町を守ると書いて町を守る。おそらく上のベンチのあたりから突き落とされたっす。ほう。全身を強く打って、首の骨が折れていたっす。詳しいことは昨日皆さんに提出した報告書に。あ、そうですか。あ、そうですね。この解剖記録ですね。もらって覚えないんだけど。初見です。こちらは。この報告書によると、死亡推定時刻が嫌にはっきり分かってますね。なぜでしょうか？被害者の腕時計が転落の際に止まっていたっす。解剖の結果とも一致したので、ビシッと時間が分かったっす。なるほどね。では裁判長。本日はこの現場写真を提出いたします。わかりました。受理しましょう。今じゃあ電話ボックスとかもあんま見ないですよね。それから昨日の予備審問の際に、かなり重要な証拠品についてお話がありましたね。かなり重要な証拠品。ほう。はい。そうっす。そうでしたっけ。まあ、案の定初見ということで、こちらは。何ですか？あんな重要なことを忘れたと。まさかそんな、忘れました。死体の下から重要な証拠品が見つかったでしょう。そうなの？何言ってるんですか？なるほどさ。それがその、緊張してるせいか、ちょっと忘れちゃって。そんな素人さんみたいなこと言っちゃダメっす。今ある意味素人以下なんじゃないかっていう状況だが。了解っす、この鈴木、人肌脱ぐっす。そういう時は、法廷記録を見るといいと思いますよ。法廷記録。法廷記録？そうっす。証拠品や関係者のデータが全部揃ってるっす。R ボタンでいつでも見られますからね。まあ、見ましょうか、じゃあ。まずこれ、弁護士バッジ。今のなるほどさんからしたら何のこっちゃって感じかもしれませんが。で、携帯電話。記憶にはないけど、僕のポケットに入っていたもの。まあ、これがさっきタララーン、タラララララーンってなってた。鼻から牛乳って出すやつね。町を守るの解剖記録。死亡推定時刻は9月6日午後6時28分。死因は全身の打撲と首の骨折。
で、死体の下から発見されたものがこれと、メガネ。近視用のレンズ、レンズのかけらが落ちていた。まあ、この死体の下から出たってことですよね。了解です。で、人物ファイルも見れるんだよね、今回は。あ、見れるんだよね。てか、人物ファイルも突きつけられるんですよね。鈴木真子さん、22歳。まあ、綺麗な人ですよね。で、この人が被害者の町を守る30歳。真子とは恋愛関係にあったらしい。真子さんは否定してますが。で、青内武文53歳。推しが弱く、なんとなくパッとしない男。記憶はないけど、こういうイメージ。今の、なるほどさんも。糸の子圭介31歳。殺人の初動捜査を担当。通称糸の子圭司。という感じですね、今の段階だと。R ボタン、詳しいね、君。R ボタンに詳しいのかい、君は。これでも不計算っす。そしてさらに法廷マニアっすから。なるほど。弁護人。逆転裁判マニアということですね、あなたは。はい。死に中です。おしゃべりしない。今すげえ重要な話をしてたんですよ、でも。捜査の基本を。すみません。とにかく法廷記録はチェックしておいた方がいいな。R ボタンだっけ?もうチェックしましたよ。念のため、弁護人に聞いておきましょう。被害者の死体の下から発見された証拠とは何ですかな?メガネです。それはもちろん壊れたメガネですね。当然ですよ。確認したわけですから、我々。その通りです。突き落とされた瞬間、被害者は犯人のメガネをむしり取ったっす。そしてそれを握りしめたまま転落したっす。だからその、メガネがマコさんのメガネと言いたいんでしょうね。犯人のメガネというぐらいだから。なんですかその冷たい視線は。あなたのメガネはひょっとしたら、君が今かけてるそのメガネは。これは確かに、スペアのメガネっす。でも、現場にあったメガネは私のじゃないっす。君のじゃない。ということで君は犯人じゃない。私のは、事件の後日、偶然踏み潰しちゃって。偶然。なんとも怪しい。ふふ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 。裁判長は、随分負が多いですね、今ね。証拠はメガネだけじゃありませんぞ。この足竹踏み。なんでしょうか。ほう、それはすごい。さらに決定的な証拠があるのですよ。よろしい。では、その証拠について証言してもらいましょう。決定的な証拠。死体の下から見つかったメガネより、さらに強力な証拠があるっす。被害者はデート中、ベンチのあたりから突き落とされたっすが、その際、犯人の名前を地面に書き残していたっす。はっきりと、被告の名前が鈴木と書かれていたっす。なるほどね。この証拠とメガネを合わせて彼女を容疑者として逮捕したっす。ほう。これは決定的だなと。裁判長、これがその写真です。この人たちは思ってるわけですよね。もう完璧にここに鈴木と書かれてると。これは、確かに鈴木と書いてありますね。この写真を証拠として提出したいと思います。わかりました。受理します。まあ、というね、ことで、まあ、鈴木さんが犯人だと、断定されたわけなんですが、メガネだけでも十分怪しいのに、名前まで書き残されてるじゃないか、被害者に。もうダメだよ、これ負けだよ。だからあのメガネ私のじゃないんです。じゃあ、鈴木さんの方は。罠っす、これはもう陰謀っす。では、弁護人、尋問をお願いします。尋問?俺ね、逆転裁判2のこの BGM 好きなんだよね。いよいよ本番っすね。鈴木、期待してるっす。
と言われても何をすればいいのかな。何もわからんから、今のなるほどさんは。らしくないっす、いつものなるほどさんなら。今頃もうガンガン承認を締め上げているはずっす。待った、待ったの繰り返しで。締め上げるってどうやって。仕方ないっす。なるほどさんのピンチ、ここは続き、もう一肌脱ぐっす。検察側の証人たちはみんな何かを隠していたり、時には嘘をついていたりするんです。ひどい奴らですよね。嘘？でもあの刑事さん、上司なんだろ君の。まあ、嘘というか、あの人の場合はちょっと勘違いやら、早とちりやら。本人に嘘をつく気がなくても、思い違うということが。なるほどね、あの刑事、そそっかしそうだし。そうですね、見るからに。嘘でも思い違いでも、こっちには同じことっす。そうだね、最悪だね、あの刑事。あの刑事最悪だね。とにかく尋問では証言の嘘を暴くす。弁護人、早く尋問をお願いします。やりましょう。はい。いきなり絶対絶命かよ。とにかく嘘を暴けがキーワードだな。まあ明らかにおかしいところありましたからね。被害者はデート中ベンチのあたりから突き落とされたっすが、その際犯人の名前を地面に書き残していたっす。被告の名前が鈴木と、書き残されていたと。ちなみに人物ファイルもう一回確認してみましょうか。鈴木真子さん22歳。確かに鈴木は間違いないんですけど、漢字がね、漢字が違うんですよね。なぜこんな、しかもあの人は恋人なんですよね、まこさんの。なぜそんな相手の漢字を間違えちゃうんでしょうかね。これはおかしいんじゃないか。なるほどが停止した。一時停止した。どうかしましたか。時が止まったな。なんだこの感じ。思い出してきたか。気がついたら思わず叫んでいた。意義ありって。それも腹の底から大声で、人差し指まで突きつけて、人様に指まで突きつけて。感じるぞ。体中に力が満ちていく。机を思いっきり叩き、そして指を刺す。承認。なるほどさんですね、まさに。帰ってきましたね。なんすか。被告人の名前をもう一度言ってみてください。そんなこと何の意味もありませんぞ。いいから。とんでもない、非常に重要な意味があります。じゃあ検事さんでもいい、被告の名前を。名前呼ぶというか書いてみてくださいよ。何ですかその妙な迫力は。被告の名前ですか。鈴木真子でしょ。カタカナではなく漢字で呼んでください。そうですよ。漢字で呼んでください。漢字？それはもちろん、鈴木真子ですよね。いい。今気づくんかい。みんな無能かい。見りゃわかるでしょ、一目で。お分かりいただけたようですね。裁判所まだ気づいてないのか。どういうことですか。全然わからんです。嘘だろ。いいですか。被害者が書き残した名前は漢字で鈴木と書かれていた。しかし被告の名前は鈴木真子です。3文字です。あれ2文字です。これは明らかに矛盾しています。ああそうですよね。まるで違う誰かが書いたような、そんな感じじゃないでしょうか。全然気がつかなかったっす。ひどいな。自分の部下の名前の漢字もわからないなんて。しかし、それはたまたま被害者が正しい名前を知らなかった。検事は先ほどこう言いました。被告人は恋人を殺害した罪に問われている。そんな恋人の名前を知らないはずがないでしょう。まったくこれだから、青内武文は困る。確かにその通りです。青内刑事。は、は？
そもそも被告人と被害者の町尾守君とは、本当に恋愛関係にあったのですか？はあ、そのはずです。警察署内でも有名なカップルだったそうで。では、糸のこぎり刑事、証言してください。被告人と被害者の関係について。了解っす。あ、もし恋人関係じゃなかったんであれば、漢字、間違えることもあり得るんじゃないかってことでね。町尾巡査と真子巡査は半年ほど付き合っているはずっす。真子さんは否定してましたが、結婚の話もぼちぼち出ていたみたいっす。どっからの情報ですか、それは。事件があった日は、被害者の誕生日だったっす。真子くん、真子巡査はプレゼントを用意して、そのプレゼントは、2ヶ月も前から準備していたっす。随分入念な準備を重ねた上での、自分が相談を受けたから知ってるっす。ほうほう、二人の仲はそんなに。だからこそ、今回悲劇が起こったのですよ。ふむ、なるほど。では、弁護に尋問を。なるほどね。恋愛関係のなんか、もつれが、こういう事件に発展したんじゃないかと、言いたいわけだ。町尾巡査と真子巡査は、半年ほど付き合ってるはずです。どっからの情報でしょうか？糸の子さん。なんでそんなことを知ってるんですか？今年の3月に、署内で研修旅行があったっす。新人の真子くんと町尾巡査はそこで、年頃に。あ、そうなの？年頃ね。本当は自分も参加するはずだったっすが、旅行の積み立て金が払えなくて、行けなかったっす。ああ、そうですか。行ってさえいれば、今頃は何ですか？何ですか？自分が真子くんとみたいな。いや、なんでもないっす。とにかく。ちょっと不純な何かが見えますね、この刑事からは。結婚の話もぼちぼち出てたみたいっす。どっからの情報なんでしょうか。結婚で歳が8つも離れてますね。そうだよ、22と30ですよ。なんすか、結婚相手は同級生から探せって言うすか。まあ別にね、それは自由だと思うけども。いえいえ、そういうわけでは。糸の子さんと町尾さん一つ違いなんですよ。なるほど、自分となんかいろいろ混同してるわけですね。自分が真子くんと一緒になるのは良くないってことっすかって。そこまで言ってないんですけど。やれやれ、あの様子じゃ結婚はまだみたいだな。余計なお世話っす。事件があった日は被害者の誕生日だったっす。なるほど。事件があった日というと、9月6日ですか。そうっす。被害者の町尾巡査は、5時半で勤務が終わりだったっすが、真子くんは夜勤だったので、二人は公園で一時の、合いびきを楽しんだといいですね、若い人たちは。なんでもいいけど、のんきなじいさんだな。裁判長ですからね、一応。あれでも。真子くん、真子巡査はプレゼントを用意して。それはどんな？被告のこと随分詳しいんですね。ま、それは上司ですから、部下を監督する義務が。いや、でも随分監督してるんですね。デートのプレゼントがね、ちょっと監督しすぎでは。じゃあ何すか？あんたはこう言うんすか？何すか？部下が万引きしても知らんぷりしろと。それは全然違う話ですよね。いや、別にその、なんていうかな、万引きはそれ犯罪行為だから見過ごせないでしょうけども、別にその、プライベートに関してはそこまで干渉する必要はないのではということを言ってるんですよ、我々は。弁護人、ここは証人をいじめる場所ではありませんぞ。なんかこの人いじめると楽しいんですよね。だからついつい、そうですね。この証人が被告のお尻を追っかけ回していたとしても、それは言ってやるな。それは今、問題にすべきことではありません。いやー、なんてことを言うすか。あんたのせいっす。逮捕す、もう有罪っす。むちゃくちゃだぜ。どうもあの刑事とはうまくやっていけそうもないな。初見でもそう感じたか。なるほどさ。そのプレゼントは2ヶ月も前から準備していたっす。
どんなプレゼントでしょうか。2ヶ月も前から。そうっす、けなげな女の子っす。それで誕生日プレゼントには何を。グローブっす。グローブっすですか。いやいや、グローブです、グローブ。野球の。あ、はいはい、グラブね、ベースボールの。被害者の町尾巡査は野球が大好きだったっす。グローブね、どうなんだろう。もうちょっと詳しく。ところでさっき証人はこう言いましたね。プレゼントを2ヶ月も前から準備していたと言ったっす。グローブを買うのに2ヶ月もかかったんですか。まあ、そうですよね。普通のグローブだったらそんな、普通に店に行ってポンって買うだけだから、そんなかからないですよね。そんなわけないっす。じゃあどういうことだったんですか。どんなわけだったんですか。もちろん、スクラスタス、特注で。特注？グローブを？そうっす、グローブっす。ふぶん。グローブっすよね。なんか、裁判長さっきから眠いのかな？なんかちょっと発言が適当すぎる気がする。誕生日プレゼントなど、事件とは関係ありませんぞ。確かに関係なさそうですね。どうなんですか、弁護人。その特殊のグローブとやらが何か関係あるのですかな？まあ、これは、まあ、関係あると言っておきましょう。なぜなら特に、他に特に情報がないので、そんなの僕にもわからないけど。もちろん関係があります。これが事件の重要な鍵を握っていると言っても。まさか同じような発言をするとは。そのグローブこそが、この事件の鍵を握っているのです。出たー、何の根拠もない、はったり。やっとなるほどさんらしくなってきましたね。らしさが出てきましたね。続き嬉しいっす、痺れるっす、感激っす。まさにはったり。揺さぶるか、こう、そういえばこうやって、ビシバシ人に突っ込みまくっていたような気もするな。思い出してきましたか、なるほどさん。前世の記憶を。そこまで言うならもう少し話を聞いてみましょう。実は持ってきてるっす、そのグローブ。え？それなら話が早い。早速提出してください。事件とは関係ないと思ったものっすから。これっす。また随分派手に黄色いクラブですね。これはね、まるで何かの果物に見えちゃいますね。マコが被害者の誕生日にプレゼントしたもの、特注品らしい。あんま黄色いグローブつけてる人あんま見たことないけどな。被害者の町尾巡査はそれは黄色が好きだったっす。なるほど。だからわざわざ特注で。変わってるね、君。そうなんです。それにもう一つ。もう一つ。そこまで、これではっきりしました。被害者の被告はやはり恋愛関係にあったようですね。それだけで決めつけるのも良くないんじゃないか。ただただその、普通にいい人。いい人ってだけかもしれないじゃん。それぐらいのことをしてくれるいい人。その通りです。しかしそうなると気になることがあります。なぜ名前を間違えたのかと。この鈴木という文字、本当に被害者が書いたものなのか。かしこまりました。その文字について詳しく証言してもらいましょうか。まあ、そこであのグローブが関わってくるんですけどね、確かね。被害者が残した文字について。我々はまず、残された文字の筆跡を調べてみたっす。残念ながら、被害者が書いたと断定はできなかったっす。次に我々は被害者の人差し指を調べたっす。人差し指ね。爪の間に砂の粒が挟まっているのが発見されたっす。人差し指の腹にも文字を書いた際の擦り傷が。以上のことから、被害者は右手であの字を書いたと断定できるっす。このまあ逆転裁判あるあるなんだけどさ、こうはっきり右手とか左手とかね、あの証言に出てくるときは大概、まあ利き手と違うとか、うんぬんかんぬん何かしら理由があって、その部分が間違ってるっていう可能性が高いんですけども、確かにそう考えるのが自然でしょうね。
では弁護人尋問をお願いします。はい、お任せあれ。ではこれさ、でも今思うとですけども、まあこれはね、まあ、まあ右手につけるやつなんで、その右手につけて左で投げる、つまりまあ左利き用のグローブなので、右手で書いてるのはおかしいってことをまあ言いたい感じなんですけども、ただ例えばメジャー、アニメメジャーのシエノゴロウくんっていたじゃないですか、まあいるんですけど、その人は右肩を故障してなんか左で投げてた時期があったんですよ。右利きなんですけど、まあ、つまり右利きだけども左投げっていう可能性もまああるにはあるんですが、人差し指の腹にも文字を書いた際の擦り傷が、擦り傷ですか、まあでも若干おかしいと、若干の違和感がありますよねっていうことをここで提示できるわけですね。そうっす、まあもちろん肉眼では見えない小さい傷っす。そうっす、すごいっす、化学操作っす、虫眼鏡のすごいやつ、なんかこう化学っぽい名前のあれを使って顕微鏡ですか、そう、それそれで見つけ出す。右手で書いたと言うんですが、松尾巡査は左利きだったんじゃないでしょうかと、これを見る限り、証人これを見てください、それはグローブですね。こいつの特徴を言ってもらえますか。そんなの考えるまでもないっす。妙に黄色い、これに尽きるっすまあ確かにそれは特徴にはなるけども、そう、確かに黄色い、まずそれが1点。まず実はもう1点あるんですよ。何ですかそれは。簡単なことです、左利き用なんですよこのグローブは。まあそうですよね、ふむ、確かにこれは右手にはめるようにできているクラブです、グラブですね。だから特注だったんですよ。ここまで黄色い、しかも左利き用のグローブなんて売ってません。まあ確かに実際どうなんだろうね、あんま売ってないのかな、左利き用の、まあ、左投げ用のグローブって。まあなんかさっきも言ったように、その右利きだけども左投げの人もいるから、まあ断定はできないけど、まあちょっと不自然ですよね。被害者はどっちの手で文字を書いたんでしたっけ。そんなの決まってるっす、写真を見れば明らか。あれ忘れなく、被害者は左利きだったんですよ。おかしいですね。あはぁ、これはそのとにかくあれです、異議をとにかく異議を言われても困るんですよね。そんななんか軽はずみに異議を唱えてもらっては困るんですよねまあおそらく今後なるほどさんはそういうこともね対応してくるとは思うんですけどなるほどくん、つまりどういうことになるんですか。結論は一つです、左利きの人間が右手でメッセージを残すはずがない、はっきり言いましょう。ここはつまり鈴木と書き残したのは被害者ではなかったのではないでしょうか。おかしいことだらけです、漢字を間違えたり、左利きなのに右手で書いてたり、静粛に静粛に、確かにそういうことになります。この文字は被害者が書いたものではなかった。じゃあマコ君は、まあ真犯人にはめられたんでしょうね。そんなバカな、青内健二、ははは、調査不足ですね。あなた、検察側の証拠は被告の有罪を立証していませんが、
それどころか無実を証明しているではないですか。むしろありがとうございます、アウチケンジ。うわやった、ナゴタさん最高。続きもう惚れまくりっす。いい感じだね。どうやら結論が出たようです。まあこれでもう終わりだな。また一つお手柄ですね。なるほどくん、記憶喪失の中で勝ち取りましたね。え、僕ですか。はあ、それはどうも。また褒められちゃいましたね。まだ記憶戻ってませんね。なるほどさんね。だからやめられないんですよね、弁護士って。あなた弁護士じゃないですけどね。冗談じゃない。もう氷掘りだよ。では判決を言い渡したいと思います。ちょっと待っていただきたい。お？青内さん。どうしました？トイレですか？お待ちください、裁判長。何ですか、青内検事。トイレはここを出て右ですぞ。検察側の立証はまだ終了しておりません。何ですって？検察側は次の証人を召喚したいと思います。まだ終わらないですよね、さすがに。逆転裁判2第1話。これじゃあ終われないと。一体その証人は何を目撃したのですか？まだね、誰がやったのか分かってませんからね。被害者が突き落とされた瞬間を、さらに突き落とした犯人の顔も、はっきり見ておるのです。なるほど、そいつは怪しい。なんですって。そいつがつまり、マコ君がやったと言ってるわけですよ。マコさんがやってないんであれば、まあ怪しいのはそいつになりますよね。静粛に静粛に。ではここで一度休憩を取りたいと思います。その後その証人の証言を聞くとしましょう。このまま終わろうなんてやっぱりやばかったか。この休憩時間で集めるんだ、少しでも多く情報を。本当の勝負はこれからだ。ではこれより休憩に入ります。